お久しぶりでーす。完成度違いすぎるじゃないですか。毎月ガンプラの完成品が家に届く、はい、ディアゴスティーなんですよ。ザグじゃないのかな。後輩とかにも手伝ってもらって全然全然、はい、全然うちの部員たちが、はい、お願いします。はい、はい、では HG144 分の1シャア専用ザク2赤い彗星バージョン、こちらを作っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、ランナーごとに切り分けてます。でもこれはまだねゲート残したままなんです。でここを片刃ニッパーでね綺麗にしていきます。それもランナーごとに、でそれが全て終わって一気にねヤスリがけしていきます。ではね、薄刃じゃねえや片刃ニッパーでね、綺麗に落としていきますね、これね。はい、シャアザク完成です。ヤスリがけね、やってパーティングライン消して、あとはダボピンとね、切ったりして外れやすくしております。こんな感じかっこいいですよね。合わせ目と消していこうと思います。合わせ目、あと後はめがね、足のここの部分あるかなという、ここにね縦に入ってるんでね、ここ消したいと思います。あとはショルダーのこのスパイクですね。はい、まずね肩のスパイクの方からやっていきます。まずねちょっと分かりやすいようにかぶってるのをちょっと取ります。はい、こんな感じなんですけど、ちょうどねこの部分を残したまんま合わせ目を消したいと思うので、一旦このパーツを外します。こんな状態ですね。でこれにこれをかぶせて合わせ目を消すと、そして塗装する。でそのためにはここを先に塗っとかなくちゃいけないので、とりあえず一回全部バラしてフレームの色ね、塗っていきたいと思います。合わせ目を消す前にね、こちらのパーツ、ジョイント部分ですね、こちら塗装してマスキングテープを巻いてます。そしてこの状態からこうはめ込んで合わせ目をね消したいと思います。はい、こんな感じです。はい、次はね、上腕部の後はめ加工をねちょっとやっていきたいと思います。こちら関節の方にねつながるパーツになってます。でこちらが手首側ね、でちょうど真ん中に穴が開いてるんですが、ここを縦にねパソッと切ってあげます。まずねこのパーツはここで大丈夫です。そしてもうこのまんまこのパーツを入れてあげると、そして流し込みかなんかでね合わせ目をね消してあげると簡単でしょ。でここはこっちで関節の作り込んで今度こうはめると、でまたはめてあげるときに接着剤かなんかね入れてあげて固定してあげるといいと思います。はい、足のね、合わせ目消し、そして後はめに必要な工作をちょっと見ていきます。ちょっとねここちょうど合わせ目、わざとちょっと隙間開けてます。こうね、ここをね合わせ目消していきたいんですが、これをね後はめ加工しなくちゃいけないということで、ちょっとはここ分解しますね。ちょっとね加工するところが2点ほど、2点じゃないか、あ2点、こちらのパーツ2点、こちらのパーツ2点あります。そして、こちらのパーツは切ります。っていうのも切ったのがあるんですが、このあたりちょうどダボじゃないやピンがあるとこからちょっと上ぐらいかな、これはバスッと切ります。そして加工するところが、まずこちらのパーツ、もう加工済みのパーツがあるんでちょっと見ていくんですが、ここですね、ここが一箇所ちょうどねピンがついてる場所なんですけど、このピンをね落としてしまいます。そして今度はここのダボの部分の上部のね上部を落とします。こんな感じです。ちょうどねお皿みたいになってる
ここでこう受け止めるような感じになるので、ここを落とすのとここの上部を削り落とすと、で同じく、こちらのパーツも、こちらは、ダボが上の方ついているんで、ここを落とすのとここの上部をね、ダボの上部を落とすと、そうすると落としたものがこちらで、上落としてますね、綺麗にね。であとここ、こう受けれるように上を削ってます。まあこれはまあリューター使って綺麗に削ってます。まずね、このままだと入んないんですよ。なので上を落とすと、まあ落とすことで今度は入るのは入るんだけど、ここの部分がねちょっと出っ張ってて突っかえちゃうんですよ。なのでこっちみたいに落としたやつを、ここピンがありますよね。で削ったダボがねこう見えるかな、あるんで、そこへ向かって落としてあげます。こんな感じで裏から見ると、そしてこの切ったやつ、このダボ、ここのダボに向かってこのピンを固定してあげると。でこれ接着するときはね、しっかり接着してください。じゃないとね、稼働させるときにポロンいっちゃうんで、まあ、こんな感じで、あとはめ加工、終了です。ではね、合わせ目を消していって、続いて、塗装に入っていきたいと思います。はい、一通りね、パーツ、サフをかけております。こちら、黒立ち上げで、ザクの胸とか、スカートの部分を塗りたいと思います。ではね、早速ちょっと塗っているところを、ちょっと、と取っていきたいと思います。こちらのパーツね、ちょっとね暗いかな。ではね、塗っていきます。まあ圧はね弱めにエッジを残しながら、こんな感じです。わかりますかね。ちょっとねエッジはねまだ強めに残してます。で一通りね、こんな感じで塗っていった後に、ちょっとグラデーションのねかかり方をね、全体を合わせていきたいと思います。はい、塗装はね、一通り終わったんですが、ちょっとねやり残しがありまして、何かというとこのヒートフォークの刃の部分塗ってないんですよね。これ塗り忘れと、あと物合い、ちょっとねシールじゃどうかなと思ったので、こちらのねパーツを使いたいと思います。ウェーブさんのね HIZ3。 はい、ではね組み立てていきましょう。本体こんな感じで、どうしよう、かっけーっすよね。グラデーションちょっとね、やっぱちょっと暗めにダーキーな感じでちょっと塗ってみたので、いや、これはいいかも。はい、続いてね、頭の製作をやっていきます。ちょっとこの口少し弱いので、ちょっとね、流し込みをね、ちょんと入れておきたいと思います。はい、頭。ああ、こんな感じです。はい、こちらですね、合わせ目を消したパーツです。で合わせ目を消して後はめをするためにね、ここにあるパーツ先に塗ってマスキングをして合わせ目を消してます。そして今度は肩のパーツをはめていくんですが、このね、ピンがついてます。ピンじゃないか、受け軸か、ちょっとカットしてます。こんな感じ。そしてこれをここにはめていきます。ずっと入る。これでね、受け軸がそのままだと全く入らないので、少しね、カットしてあげる必要があります。そしてあとはもうね、このパーツを
です。よいしょ。でね、わりかししっかりはまるので接着剤は必要ないですね。まあ受け軸切ったといえどね、この受け軸の方にもダボがあって、こちらにもピンがあるんですが大丈夫です。はい、こんな感じでね、シルダーのスパイカーマンできております。で、続きをね、ボン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 と作っていきますよ。はい、次はね、足の大元、大元というか作っていきたいと思いますよ。ここでね、後はめを加工していた部品をね、ここに入れていきます。そして今度こちらをここにはめるんですが、ちょっとね、ここに接着剤をね塗っておきたいと思います。そしてここに、ピンがあるんですけど、ここの加工したダボのところにね、こう引っ掛けるようにして入れて、あとはね、接着しっかり固定して OK ですね。ちょっとね、この状態でしっかりね、接着剤を硬化させたいので、ちょっとね、乾燥機の中入れておきますね。はい、物合いのパーツなんですけど、ちょっとね、格好悪かったんでプラパイプをね埋め込んでみました。で、これをねちょっと塗って、それからピンクのねクリアパーツをねはめ込んでいきたいと思います。はい、物合いの回収終わりました。こんな感じです。真横から見るとちょっとね、ポコッとプラパイプの部分がね出てると思います。そこにピンクのクリアのねパーツをはめ込んでます。はい、ではね、組み立てていきたいと思います。まず腕をね、はい、シャア専用ザク完成でございます。いやー、かっこいいですよね、やっぱりね。以前作ったことがある、シャアザク1、こちらなんですけど、色味がね全然違うと思います。これはどちらかっていうと、リアルグレード。リアルグレードのザク、シャアザク2をイメージしてちょっと塗ったものなんで、まあ、ちょっと設定の色とはね、ちょっと違ったんですけど、今回ね、こちらはね、パッケージ寄りのカラーリングになっております。
はい、今回の、藤原の原西さんからの制作依頼のシャーザク制作動画いかがだったでしょうか。この動画がね良かったよって方はチャンネル登録、そして高評価ボタンぜひともよろしくお願いいたします。ではまた、バイバーイ。